シータテハは、蝶目たて葉蝶科に分類される蝶の一種。キタテハによく似たたて葉蝶で、ヨーロッパからアジアにかけて広く分布する。羽の裏。講子に小さな C 字模様がある成虫の全子蝶は2 5トルから3トルほどで、羽の表は黄色の地に黒い斑点と褐色の縁取り、羽の裏は枯葉や樹皮に似た褐色の模様になっている。また、 講子の裏に C 字型の模様があり、和名のみならず英名コンマ、ドイツ語 C ファルターなど、各言語でこの C 字模様に由来する名前が付けられている。外見は、北手葉によく似ているが、シータ手葉は、羽の縁の切り込みが深くくっきりしていて、凹凸の先がマリり。また、講子の表にある黒縁に、水色の点を含まない、夏型より、 秋型の方が切れ込みが深く移動性が強い。日本では北海道、本州、四国、九州に分布するが、西日本での分布は不連続で、やや標高の高い産地に限られ、北方系の種として位置づけられる。一方日本以外ではアジアからヨーロッパまで広く分布しており、ヨーロッパでは馴染み深い蝶の一つとされている。また、北。 アメリカにも禁煙種がいる。成虫は春から秋にかけて見られ、年に2回から3回ほど発生する。冬は成虫で越冬する。幼虫は朝霞のホップ、エノキ、ニゲカの春に入れ、秋に入れなどを食草とする。ありがとうございます。